はい、じゃあですね、今から、マインドリーディングをしたいと思います。相手の考えていることを読み取るというそんな世界を今からやってみたいと思います。さあ、ここにですね、クリップボードがありますね。で、1枚の紙がありますから、じゃあ、はい、渡しますから、ペンを渡します。そして僕後ろ向いておきますから、好きな図形でもいいし数字でもいいですし、なんか簡単なものをこの真ん中あたりですね、大きく書いていただけますか。僕後ろ向いておきますから、はい、できたできたとおっしゃってください。じゃあお願いいたします。できました。はい、じゃあその紙はですね、クリップから外してもらっていいですかね。クリップ、押せばもう開くようになってますから、はい、外していただいて、その紙は折りたたんでポケットの中とか見えないとかしまってる。はい、はい、振り向いて大丈夫ですか。はい、OK です。さあ、これですね、今から当てるんですけど、簡単な図形ですか、数字ですか。数字です。なるほどなるほど。大体わかりました。で、まあ、紙にですね、今から書くんですけども、ちなみにその数字っていうのは なぜ思いついて、なんとなくですか、気づいたのは。そうですね。なるほどなるほど。じゃあ強く念じてもらっていいですか。はい、なるほど。一桁ですよね。はい、とてもいい番号だと思います。書きました。はい、さあ、今も書きました。もし外れたら、ごめんなさい。書きました。ちなみにですね、もう書いたんですけども、大きな声で今書いて番号をおっしゃってください。3。僕の読み取った数字も3です。そして、じゃあ証拠に紙を貸していただきます。これで間違いなくね、同じ3番です。こんだけ一瞬でマインドリーディングができます。